越しやす三条名店街、今回は平安堂薬局さんに伺います。お店にはお薬、それから化粧品がいっぱい所狭しと並んでいます。こんにちは。こんにちは。いつもお世話になっております。こちらこそ。お話を伺いますのは、東民子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日寒い日続いておりますね。そうですね、1月に入ってすごいですね。はい、はい、こういう寒い時期っていうのはこう多い相談というのはどういうことがあるんでしょうか。やっぱりあの風邪ですね。風邪、あの、まあインフルエンザもそうですね、はい、その辺がやっぱり一番多いでしょうかね。そうですか。最近は、はい、あの風邪とインフルエンザの、私実はインフルエンザ家族誰もかかったことがないんですが、はい、どうやって見分けたらよろしいんでしょうか。違いはどんなところにあるんでしょうか。そうですね、あのちょっと分かりにくい場合もあると思うんですけども、まあ、あのインフルエンザの方がですね、あの風邪よりはどっちかというともう急激に熱が出たり、はい、まあ、8度以上ぐらいのですね、あるいは9度ぐらいの高い高熱が急に出たり、あるいはまあそうですね、あの節々の痛みも結構特徴だと思いますね。あの初めのうちからもう節々の痛みが急に出だすみたいな、そういうのがまあ一つの特徴かなと。まあ軽くてですね、インフルエンザでも軽くてちょっとあの風邪と見分けにくい場合もあると思います、はい、はい、が、じゃあ、ね、ちょっと怪しいなと思った場合にはどうしたらいいんでしょうか。そうですね、まあ、あのできるだけ早く2日か以内ぐらいにですね、あのもうお医者様にインフルエンザかなと思ったら、あの行かれた方がいいお薬がありますし、もうあの遅くなると効かなくなるんで、あの早いうちがいいですね、はいはい、さあそのかかる前 の、 あの予防なんですけれども、はい、免疫力アップのなんかいいアドバイス、こういうことをするとあのかからないず、よという、まあ、なかなか約束は難しいですけども、何かありますでしょうか。免疫力アップの秘訣、ね、やっぱりもうあの夜あんまりですね、夜更かししないようにして、睡眠とかですね、はい、あるいはあのやはり食べ物もできるだけバランスのいいものを食べて、毎日の体力作りをですね、毎日心がけることが大事かと思いますね。それからやっぱりあの体を冷やさないこと、はい、もうそれもすごい大事なことだと思いますね、はい、体を温める食べ物を最後に教えていただけますか。食べ物ですか、まあ、あの熱を加えたものならいいと思いますし、まあ、よく皆さんもご存知だと思いますけども、生姜なんかもすごくいいですね。あ、そうですか、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、東民子さんでした、ありがとうございます。